共産党と強いつながりがある二刀流夢の様、それはダメだろ。先日、一般社団法人コラボの公式チャンネルが、いよいよ開設され、本格始動しました。会見の動画を含めて、現在3本の動画が投稿されています。会見の動画には、信じられないぐらい大量の低評価がついていて、高評価がほとんどついていないことが、話題になっていましたね。確か高評価が50ぐらい、低評価が2000ぐらいだったと思います。ユタボン超えてて草、当チャンネルのアンケートで、ユタボンを支持すると答えた人は、2% です。そのユタボン君よりもコラボの方が、嫌われているというね、どんだけ嫌われとんねん、という感じなんですけれども、現在コラボ公式チャンネルの高評価数が、明らかにおかしなことになっています。これ絶対にありえないだろ、というレベルで高評価が水増しされています。例えばこちらの会見動画、再生数29000に対して、高評価が9257あります。最近まで高評価が、50ぐらいしかなかったのに、信じられないぐらい増えてますね。コラボを応援する熱烈サポーターの方々が、9000人ぐらい押し寄せたのでしょうか。ちなみに再生数29000だと、高評価が1500前後が妥当ですね。むしろ高評価が1500前後でも、結構多い部類に入ります。なのでさすがに9257はありえないですよ。っていうか普通に考えてさ、再生数29000に対して、高評価9257はおかしいやろ。工作してるのかどうかは知りませんが、もう少し現実的にあり得るラインでやりましょうよ。さすがにやりすぎ行きすぎです。ちなみに他の動画は、もっとひどいことになっています。再生数3796回に対して、まさかの高評価9838、再生数よりも高評価数の方が多いというね。なんやこれ一体、頭おかしなるで、あくまで一般論を申し上げますが、昔の YouTube のシステムはガバガバで、F5 を連打することによって、容易に再生数の水増しができたそうです。しかし最近は改良されていて、再生数の水増しが、昔に比べると難しくなっています。つまりどういうことかというと、同じアカウントや接続元から、連続して動画にアクセスした場合、再生数が重複してカウントされない場合があるのです。高評価よりも再生数が少ない、などという、通常であれば絶対に起こらない、謎の現象が発生している理由は、重複した再生数がカウントされていないから、という可能性があります。明らかに業者か、もしくは個人がツールか何かを使ってやっていますよねこれ。勘違いしないでほしいのですが、コラボが業者を雇って工作している、とは言い切れませんよ。単に愉快犯がやっているだけかもしれませんし。もう一つの動画も、再生数5289回に対して、高評価9676です。一般的な水準だと、この再生数では、高評価が250あれば多い部類に入ります。それなのに9676とか異常すぎるだろお前よ。コラボ公式チャンネルの低評価が多すぎるとして、バカにされまくったからなのか知りませんけど、さすがにこれはダメですよ二刀様。もういっそ高評価を見られないようにしてはいかがでしょうか。しかしこんなの見せられたら、他でも似たようなことをやっているんじゃないかとか、個人的には色々勘ぐってしまいますね。コラボ公式チャンネルに関する、ヘナチョコ様のツイートから引用します。業務連絡、コラボが今更 YouTube チャンネルの宣伝を始めましたが、YouTube 動画投稿者の方はご注意ください。多分法律上引用が成立してても、YouTube の著作権侵害の申告でガンガン来ると思います。特に動画音声は使わない方がいいです。乗り越えネットという前例がありますからね。時事系界隈では動画や音声を引用するのは当たり前に行われていますが、十分注意してください。しかしコラボは本当にセンスがないですね。どうせ YouTube やるなら、去年の12月に始めた方が伸びてましたよ。今更始めても手遅れな感じがあります。最後までご視聴ありがとうございました。